村越康明で今年30ですね。でバスケ歴はまあ17年、中1からやってますので一応17年になります。やったきっかけは、まあ、それこそさっき言ったようにスラムダンクがやっぱり一番のきっかけになってるのかなと。やっぱりまあ衝撃でしたからね。あの漫画って言っちゃあれですけど、行ってた高校は県でまあベスト8とか4に入るぐらいのレベルだったんで、もう高校で言っちゃうと全国大会っていうのは国体で、まあ、選抜で出て、まあ、宮城開催だったんですけども、まあ、その時にベスト8、全国でベスト8に入ってたぐらいですね。自分だけの力がもうもろに出る大会かなと。自分がどこまで通用するかっていうのもすごい、まあ、腕試しじゃないですけどね。もうディフェンスもオフェンスもマルチにできる中での自分の強みを分かってる人間っていうのはやっぱり1対1は強いのかなと。まあ見ての通り体の幅も広いので、まあ体、まあゴール下で体を当てながら、まあプレーをして、まあ本当にセンタープレーですよね。まあプラス、まあ見かけによらない動きをすると、まあ周りには言われてますんで、まあそういったところが持ち味なのかなと思ってます。やっぱり一番バスケットをやってて、自分もそうですけど楽しいんで、まあそういう楽しみを奪われた人じゃないですけどにも、やっぱりできるような活躍できる場っていうのは一つ欲しいのかなと。ストリートっていうプレイグラウンドを持ってるエリアっていうのはあるんですが、まあ、東北って正直ないんですよ。そういった部分をまあ立ち上げるじゃないですけど広めていければ一番いいのかなと。まあそういった中での代表っていう部分なんで、やっぱり恥ずかしくない試合はしたいなと。やっぱり最後まで諦めずに、やっぱり勝ちにこだわった試合をしていければなと。